や本当におすすめしたい。多分どんなベの人にもいける。ブルベでもイエベでも分かりませんけど、ねシャネルのルージュココフラッシュの70番です。これ本当にいいです。買うつもりじゃなかった。なんか薄いピンクが欲しくて行ったんですけど、これに一目惚れして買っちゃった。そうキラキラが入ってるんですよ。なんかねラメが入ってあんま見えないんですけど、あんま見えないんだけど、そうキラキラが入ってて、でも分かるん生で見たらね。シャネルの赤リッパーファビュラス、ココフラッシュって名前すか。ね。こんばんは。これ本当におすすめ。これは本当におすすめ。どのぐらい使ってる？結構前から使ってます。今さっきツアー香川の昼より申し込んできたよ。久しぶりにみちんちゃんに会いたい。嬉しい。ツアー香川昼夜。嬉しい。ね、両方来てほしいんですよ。あの昼と夜でねセットリストが変わったりするので、そうなんかね、ああこっち行っとけばみたいなのがさね、この曲見たかったのにっていうのがうーってなるから、そう両方来てほしいから嬉しい。クマですか。クマなんです。そうだよ。そうしかもね、もう運営さんのやりたいことも踏まえつつ、私と福ちゃんでキラキラ夏ワイワイツアーにできるだけ近づけたので、だからうんいいと思うんだよね。来てほしい。ありがとう。当たりますよね。そうそう山口も2つ行く。ありがとう。山口も兵庫もね新築のホールらしくて、香川はどうなんだろう。こんばんは。皆さん星投げカウントありがとうございます。集めてくれてありがとう。山口行けるけど次は9月の広島かな。あーそういうことね。熊なんです。香川中也申し込んだ。嬉しい。なんかさ兵庫以外が日曜だったのかな、公演の曜日が、公演する曜日が。じゃけんさ日曜の夜ってさ次の日のお仕事とかがあってさ帰らんといけんかったりさとかあると思うから、そう不安だね、ちょっと不安だよねって話をしてたんですけど、そうでもね全完売させたいのでツアー、そう嬉しい来てくれるの。ほぼ初見です。ゾーン熊です。帰りは急いで帰る。いやー楽しみ、ツアー楽しみ。クマさんだかわいい。イエイ。メイクもクマをイメージしてるの。あんまりしてないかな、してるかも。でも濃くしました。今日のメイクは濃いめです。楽しみ。夏が一番なんか盛り上がるっていうか、夏フェスがあるからそういうイメージなんですけど、こんばんは。楽しみ。なんかちょっとね
いいと思う。夏じゃない、ツアーっぽい感じもあるから、ちょっとそれはよくわかりませんよね、言う言葉で言われても。そう、ツアーっぽいんですよ、なかなか。香川でうどん食べてライブ見るとか、俺たちの夏、うん、最高や。ボード完成させなきゃ、わ楽しみ。サングラスディーズ買ったばかりの時にヘビロテしてた、嬉しい。めっちゃいい曲っていうか、あれだよね、アイドルって感じのソングですよね。ギフトありがとう、ハートありがとう。おきちゃんが初めてやる曲が多いって言ってたから楽しみ。そうな、なんか、まあ、両方撮りみたいな、どっちも撮りみたいな、なんて言ったらいい、いいとこ撮りみたいな感じです多分。うん、早くやりたい、早くやりたいけど、まだドキドキはし、あ、部屋のスケジュール帳まだ6月だった、まだドキドキはしてるから、そのまだね、振りを知らないというか、みんなでやったことないやつとかもあるので。18ですもんね。さ最初の日、初日が、仕事サボって見に来たらめっちゃ可愛い犬がいた私はクマだよ。絶対声出せる世界線に行きたくなっちゃうライブ。まあね、いやでも、まあそこもちょっと、そうだけど、っていうのが聞くだけでコンサートできる、できると思う。クマですか、クマです。今回で2500回半、お、すごい。なんかさ、ツアーのグッズでさ、音を出せるグッズとかさ、あったらみたいな話をしてたんですけど、真横に座って方がさ、そのグッズを持っててさ、もう全然違うところでさ、なんか音鳴らしまくってたりしてたら、なんか気になるかなって思って。いろんなグッズも提案したんですけど、なんかさ、ライブ声出せる、まだ声出せる時とかさ、なんて言ったらいいんだろう、私はのライブとか行って、なんかさ、もう好きな歌すぎてさ、一緒にのアーティストさんと一緒に歌っちゃう方とかいるじゃないですか、まあ、それもさ嬉しいことなんですけど、こちらからしてもなんか見てる側の時はさ、あ、ちょっと近いとね、そっちの方の声もさ聞こえちゃって、なんかこっちに集中したくてもできない時とかもあるからさ、そうそうそう、ね、口笛吹きますか、隣声出せてた時、隣の人ずっと独り言言ってて怖かった。そうなの？今の時期は大丈夫なのかな？
劇場で永遠に歌ってるおじさまいてめっちゃ見ちゃったまあステージに立ってる側としてはなんかねすごい乗ってくださってるというか気持ちが、あのね嬉しさもあるんですよ。バランスが難しいよね。こんばんは。すごしきぴ。そうそう。それでは。さあ待ってますなので、皆さんありがとう、ギフトコメントカウント。星投げありがとうございます。次は21時20分からの配信になりますので、それまでに星集めをしてくださると嬉しいです。それでは男女を呼んでいきたいと思います。いきます。13位コータンさん、12位しばらさん、11位ダスティンさん、10位シェンさん、9位チーマイさん、8位夏みかんさん、7位おっさん、6位デブニャンさん、5位リコさん、4位ジャストミトさん、3位ポカンさん、2位スネークさん、そして1位はドルルンジちゃん、なんちゃんさんでした。ありがとうございます。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルンジちゃん、快速たっくんさんでした。ありがとう、ありがとうございます。早く終わっちゃった。90で止めるの教えといたが、テクタン星集めですか。星集め90で貯めて、ここで1個ずつ投げて星5色かける1を無駄にしないようにするってこと。99まですると10連じゃなくなっちゃう。確かに確かに。ありがとう皆さん、ギリカウントできた。ありがとう。またオッケー。明日の朝も雲ははい、それではまた後でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。